藤田洋子は、日本の元子役、女優である。姉は、同じ子役、女優の藤田ふさ子。1919年7月25日、東京府東京市麻布区に生まれる。1923年4月、姉の藤田ふさ子と共に、松竹蒲田撮影所に入社同年公開の野村、カオルテ監督の、母でデビューした。その後も出演を続け、 1926年の曲場団の姉妹で小桜陽子と共に主演。この頃の小畜では高尾光子、小藤田小一、小桜らの子役が評判を集めていて、藤田姉妹も彼女らに負けない人気を保っていた。ただ、姉妹二人では陽子が人気を一歩リードしていた。1933年公開の日本初のトー,ーアニメ、力と女の世の中に、 声の出演をする。1934年に子役から一般女優に昇格したが、この年の終わりに姉と小竹を退社。1935年、姉、ふさこと共に笑いの王国に参加。約1年ほど活動の後、1936年10月には姉妹ともに退団する。ふさこはその後、古川六波一座に入団するが、 陽子は病気療養のため引退。1938年、大森区荒井塾へ転居。その後時期は、はっきりしないが、2007年に出版された、古川六波昭和日記1938年11月24日の、文中によると、藤田ふ子、妹帰徳とて東京へ帰ってしまいとあるのでこの日、移行間もなく没したと思われる。没年不詳。 すべて松竹蒲田撮影所での作品。は姉、ふさことの共演。AB、日本映画人名辞典女優編、下巻キネマ巡報社、1995年、P479。執筆者は、柴明さん。芸能人物辞典、明治大正賞は日外、アソシエーツ、1998年、P503。 キネマの美女20世紀ノスタルジア文言春秋、1999年、P140。都新聞19万3610月7日付 P7 円芸欄。都心九1938年5月9日付円芸欄。古川六波昭和日記戦全編昭和9年昭和15年。 P133 東方発行所の雑誌 SS1939 年11月号の大辻志郎による記事六波一座の売行、藤田ふ子さんでその片方のひちゃんは若く美しくして亡くなりましたのでとあるので遅くともこの年の秋前までに死去していたことがわかるありがとうございます